ホワイトハウス報道官はアメリカ合衆国連邦政府の主要なスポークスパーソンとしての任務を担うホワイトハウスの高官である。現在はジェン先が務める。ホワイトハウスのウエストウィングを統括する大統領、首席補佐官の下には上位ランクからが配置されているがホワイトハウス報道官はいずれかを兼務している。なお、報道官という役語が定着する前は 新聞係秘書が使われていた。政府内や世界中で起こる出来事に関する情報の収集、及びメディア向け情報のタイムリーかつ正確な方法による取得が職務の中心である。情報は大統領の予定の概要、大統領が面会したり呼び出したり対話を持った人物、その日のニュースに関する政府の公式見解などを含む、伝統的に情報公開や記者会見、 プレスギャゲルズの際に記者団の質問に答える。ホワイトハウス報道官にはしばしば報道関係者が任命されている。以下の通り、ありがとうございます。